はいどうもつやです、はい、えっ、ー、とね今日なんかねあのー、ちょっとね夜あのー、まあ言うてね特にやることもなかったんだけどゲームをやってて <laughs> で、あのー、そしたらさ気づいたらもうあの2時、まあ、今は3時過ぎなんだけどそのゲームをまあとりあえずやるところまでやってでまあちょっと Twitter 見るかと思って。 時にもう時間を見た時にもう2時だったよね <laughs>。なのでなんかめっちゃいろいろ遅くなっちゃったし充電もねえしみたいな微妙にあれなんだけど <laughs> はいえーとこれサムネはこれえっとまあねあのめっちゃ高級車なんだけどちょっと待ってねこれなんかね確かね世界に1台とかだったと思うよね。 ベイロンっていうね、まあめっちゃ有名、有名というかめっちゃ高い高級車、あのブカッティのね、あの高級車なんだけど、あのまあそれ自体がもともとベイロン自体がめちゃくちゃ高級車なんよ。まあ言っても、あのー、しゃにならない金額なわけよ。あのー、<laughs> フェラーリとか、 あの辺よりもさらに上なんじゃないかなっていうぐらいまあまあ同等のものもあるんだけどまあ大体俺もそこまでそのスーパーカー詳しくないんだけど車自体そこまで詳しくないんだけどただめっちゃこのデザインが好きででなんか昔ねそれについてちらっとあのこういうラジオであの持ちたいみたいなことを言ったことあるんだけど無理なんやまずあのこれは無理っていうことよりもそのベイロン自体が無理なんよ言ったら多分普通のやつでも多分数千万億単位近いんかな多分ね なんだけどこれ,、あのー、これはなんか特別仕様らしくてもともと高いんだけどこれに関してはもう下手すると値段がつかないレベルあな多分その博物館行きとかそのレベルかもしくはその一般市場で欲しい人がもしいてってなったらそれ相応の金額がつくのかなまあ多分数億数十億数百億下手したらまあ下手したらもっと上かもしれないぐらいの金額がつくのかなまあ言ったらえっ、ー、とー 現時点では知らないけどその当時で、あのー、この仕様この車のそのえベイロン自体はあるんよ他にもだけどそのこの仕様特別仕様でこの状態になるのはもうその世界に1台っていう形で作られたものらしくて、まあ、このカラーリングだったり、まあ、内装だったり、まあ、内装は多分元のベイロンと一緒なのかな、うん、っていう感じらしくて、まあ、そういうのを聞くとさ、まあ、日本人 そそそもそもそうだよねこういう限定みたいなのってそもそも好きじゃんその限定100個みたいなの言われたらさあの変なプレミアがついたりとかさまあ今でこそさその転売屋みたいなものが流行ってるから余計にそうだけど正直そんなものが流行る前からそのチケットとかでもそうじゃんか昔からさダフ屋とかあるじゃん言ったらねだから別にそのなんか転売屋がさ最近流星したその 悪みたいな言い方をされること多いけどあんなものね昔からあるんよね <laughs> まあチケットまあダフ屋はねチケットだけだけどそういうなんか転売して何とかしてるとかそのまあ言ったらその高額で物をそれをね裁くために買ってるやつとかっていうのは正直今に始まったことじゃないんでそもそもねなんかそれをなんか転売や滅ぶべしみたいに騒いでるやつもよくわかんないんよね。結局あの値段が上が上るので で値段が上がった時にまあ特に転売屋なんかは法外な金額をつけるわけじゃん例えばもともとの値段がさ1000円だったものにそのプレミア価格でさ2000円とか3000円ならまだわかるわけよ円円が2000円3000円ならねだけどその元が1000円だったやつを10万で売ったりとか平気でするわけまあさすがにそこまではしないかもしれんけどまあ言ったら手に入らなくなった状態になってでもうありませんと。ででまあ持ってる人が例えば1万円とかで売り出し ってたらその値段に多分乗っかるんだけどもう持ってる人すらいないし売り出す人もいないみたいなまあ言ったら買った人はさそれが欲しくて買ってるから売ろうとは思わないわけじゃん。ってなったらその当然その転売するやつしかその売ってくれるやつはいないから手に入る方法がさ転売しかないからあのまあそっから買うってことになるんだけどそいつは例えばさっきの1,000円だとしたら10万で出すわけよそしたら他に買う手段がなかったら10万でも買っちゃうわけよ。 ななぜらそういうやつらってもうほんまにあの欲しいもののためには金に糸目を,をつけないのでなので10万でも平気で買うし他で手に入らないとなれば平気で10万で買いますよだからその需要がなくならないんですよあの転売屋のねまあまあちょっと話それたけどまあまあそんな話があったりとかしてあの基本的にさそういうなんかまあ特に日本人はそうだと思うんだけど日本人じゃなくてもそうだと思う。 あの限定何個とか限定1個世界に1つしかないとか言われるとあのそれだけで価値になるんよねでまあそもそも価値があるものだからこのベイロンなんてもうめちゃくちゃねかっこいいしでね俺はまあこ,れこれねその特別仕様で青なんだけど多分ね元の多分というかその元のベイロンがあの赤黒のカラーツートンのカラーリングで俺一番好きなツートンなんよ赤と黒って。 あの何でもそうなんだけど、まあ、の服とかでもそうだしなんかそういうデザインでも常にそうなんよ赤と黒のツートンが一番好きだから俺は基本的に昔からねだからもうめっちゃよくてまあこれは赤と黒ではないからあれなんだけどそのベイロン自体がねそうで,でしかもこのまあそうでなくてもこのカラーリングは別としてもこのこのなんか洗練されたデザインね めっちゃかっこいいじゃんもう本当にあの説明の必要もないぐらいかっこいいから言ったらねだからまあうんすごいなって思うよねまあねそのお金その金を持ってる人まあ言ったらまあ大きな社長さんだったりとかまああとそういうなんか資産家の人だったりとかそういうねなんかその株とかでやって大金持ちになった人とか えーとまあそうじゃなくてももともと大金持ちの人だったりとかそういう人がまあ,まあ金持ちじゃなくてもみんな憧れなわけじゃんまあそういうのが好きな人はさスーパーカーとかいうものがねもともと好きな人ってはいてその金持ってる持ってないにはかかわらずねしかも金持ってたからってそう簡単に手に入るもんじゃないからまあこれもそうだしその基本的にさその金額がいくら高かろうがその金出しゃ買えるものだったらまあ言ってもね あの金持ってる人ってさもう本当にそのなんだろうなもう金にはさもうせいせいしてる感じあるじゃんそういう金持ってる人って。まあ、それぐらい稼いでる人が多いから。 あのー、そういう人からしたらさ金で買えるんならなんとかなるっていう話があるけどこういうものって金をいくら積んでも買えなかったりするわけじゃんもう物自体がなかったり売り出されてもなかったりしたらそのなんだろう一兆円持ってたって買えないわけじゃんだって物が出てないわけだからその売るって人がいないわけだから手に入らない手に入る手段がないわけよね。っていう状態が生まれるので結局で。はないけど そういういなんかプレミアがついたなんかものまあなんだろうなカバンとかでもそうかもしれないし服とかでもそうかもしれないけどまあ正直ね服なんかは消耗品なのでいくらそういうすごいものって言われてもちょっと難しい部分があったりすると思うよカバンとかもそうだけどでまあ車も実際そうだけどただその車の場合ねうんやっぱりその飾ることも含めてなのでね言ったらうんだからまあそうだな。 そうね。だからそこが一番でかいのかもしれん。その金を積めばなんとかなるもの。っていうのは正直。今の時代さまあ言ったら。 ネットととかででで買うこともできるわけいろんなものがあっていろんな金額で売られてて例えばアマゾンとかでもさ数百万数千万のものが売られてることって普通にあるわけじゃん言ったらねそうま何がとはいわゆるいろんなものが出てるよそのプレミアがついたような高額なものだったりとかさこんなもの売ってんのかよみたいなものが売ってたりするわけよ言ったらね数百万数千万のでもそれでも買えるわけじゃん言ったらそれを買おうと思えば買えるわけよ金さえ払えばでも そのこういう車とかこういうプレミアがついたものっていうのは金を出したところで買えないわけよ存在しなかったりもその売り出されてなかったりその買う手段がない、まあ、場合によっては全部壊れてしまったっていうこともあるかもしれないしその幻の存在みたいなその現存するのか否かみたいなものってあったりする骨董品とかでもあるけどだからまあそういうのもあってそういうなんか魅力みたいなものもあったりするからなかなか難しいよね。 まあねそういう、まあ、憧れはあるよね、持ちたい。でもね、やっぱりその価値がわかる人間が持つのが一番大事かなと思うよ。正直、俺は価値がわかるとは言えないので、見た目がかっこいいって言ってるだけのレベルなんで、正直、見た目がかっこいい車ならいくらでもあるんでね、そのスーパーカーじゃなくても、<laughs> 正直。なので、やっぱその違いのわかる人間がね、やっぱこういうのはね、持つべきなんだろうなとは思いますけどね。はいまあ、今日は全然話関係ないですね。 えっと、あしじゃねえや、今日あの金曜日なので、ちいかわが朝からあるので、まあ、それまでね、ま,あ、また、えっ、ー、と、加工、ちいかわを上げたりするかもしれない、さっきも1本上げたんだけど、まあ、そういうこともあったりするかもしれないけど、とりあえず、えっ、ー、と、最新はまたアップするんで、よかったら楽しみにしてくださいということで、ロッキャーでした。バーイ